はいえー、鴨頭良とがですねあ YouTube のコミュニティ欄でね全くうまく訳あかんねえ投稿してるんでね、まあ、ちょっとそれについて、えー、ツッコミを入れていければと思うんですけども、えー、習慣化が苦手な人は誰かに迷惑をかける方法を選ぼうという投稿してるわけですよね、うんまあ、これはなんかざっくり説明すると、えーまあ、なんか鴨頭の奥、えー、さんと宇宙一の神さんアキコさんと話してて気づいたことは,は誰かを巻き込んで迷惑をかけてしまうことこれが習慣化のコツだったんですねみたいなまあその ビジネススクールに誘導するための,、まあ、なんかそのキャッチフレーズみたいなそういう感じで、まあ、書いてるねくだ、まあ、らねしょうもないことなんですけどあ、まあ、これについて、ねまあ、ツッコミを、ね、ちょっと入れさせては、まあ、もらうと思うんだけどさあの人に迷惑をかけて僕を正常するってかもがしらお前は人に迷惑かけすぎだからお前は不正通報して えー、いろんな人の動画自分にとってねあの自分を批判する動画を消しまってそ,れで今その人のチャンネルバーサスしたりとか広告収益奪ったりとかしてお前は人に迷惑,迷惑しかかけてないからああしかもお前は人に迷惑しかかけてないしなおかつお前全然成長しないだろ鴨頭なあ鴨頭お前さ YouTube 登録者減りすぎて非表にしただろ登録者成長しねえじゃんむしろ退化してんじゃんお前成長,んなてな成長しねえじゃなくてな全然成長しないだろお前 嘘つくなよな、うん、しかも講演会も人が入んなくてやってないだろ、うん、全然売れないから講演会売れないからそうでそれで講演会が売れないから金がなくなってやろうとしてる焼肉マフィアあれだって鍋が汚くて調理台に汚いケツで座って保健所に一回立ち入って全然うまくいってねえじゃんなそれでまあチップで信者からいっぱい金もぎ取ってそれなんとか成り立たせようとしてるけど全然うまくいってないよなうんカモッチも失敗したし ね、グッチのパクリーブランドカモッチあれも失敗したよな結局ドガラしたけど炎上して消したよ消したよなで結局ほぼ頓挫した状態になってるよなあ,あこれも失敗お前さ鴨頭さお前何一つ成長してねえよなお前がやってることはただ単純に人に迷惑をかけてるだけお前は社会に迷惑をかけてるよ鴨頭義人50歳お前は 社会にとって不必要な存在なの。かもがしら。分かる邪魔なの。君の存在は、うん。社会にとって。みんなが迷惑するだけの存在なの。君は。何一つ成長しないから。分かるかな、うん、君は失敗しかしてない。君は何一つ成功しない。かもがしらくん。うん、一つね、君が習慣化できてるなって思うことはね、不正通報だけだよ。うん、自分に対して反対的ない意見を述べてる人の動画を通報して見れなくする。 この不正通報だけは君は習慣化できてるねうんそれだけじゃない習慣化できてんの、はあ、しかもそれだって訴えられたらお前負けるからさ、ね、結局損害賠償で訴えられて自分の、えー、賠償される額を増やしてるだけだよね、はあ、何もプラスになってないよね、はあ、全然ダメ全然ダメ鴨頭お前全然ダメ ま結局さ、これも逆張りみたいなことをやって、インプレッションを集めようとして、え、なんでこんなこと言ってんのみたいな、そういう興味を引きつけて、人を集めようとしてるようなやり方をしてるんだと思うけどね、うん、もう古いよ、そのやり方、うん、もう流行らない、そのやり方は。 だマコナリが一昔前とかに、ね、よくやってたなんか釣りタイトルみたいな感じでもう関わってはいけない人みたいなね、まあ、こういうのとかをやってそれで、まあ、インプレッションを、ね、集めようと、まあ、してやってたのと、まあ、同じなンよりやり方としては、まあ、むしろマコナリがあの鴨頭のやり方を真似したのかもしれないんだけれどももうさ、あのや、ー、らないんだよねもう2年前ぐらいとかにそういうの流行ったかもしれないけどもうん。 結局だからさ、それもさ、タイトルで、あの、ちょっと気を引いてクリックさせても中身がないからさ、中身が何もないってことがバレ始めちゃってるから、だから結局、まあ、それやったって、あの、人が入らないんだよね。うん。っていうか、まあ、そもそも、あの、YouTube の再生数、あの、この、まあなんか、10万回行ってない時点でさ、うん、なんか、 もう、それが、なんだろう、それ、言うこと聞いたところでさ、伸びないっていうのが分かるわけじゃん。え、もし、今ね、あの、鴨頭チャンネルが、YouTube チャンネル登録者数120万人行きました、130万人行きました、150万人行きました、年内200万人目立ちまーす、みたいな、そういう勢いのあるチャンネルとかだったら、それはなんかめちゃくちゃなこと言ってるけども、何かその、まあ、この人の言うこと聞いたら、何か、あの、いいことがあるのか、あの、あるのかまーとか、そういう錯覚とかもするかもしれないけど、あの、YouTube のさ、チャンネル登録者数さ、表示にしちゃったらさ、その錯覚すらさせられないじゃんっていう話で、一発でさ、 うまくいいってないの、うん、丸かかりだからさ、うん、全然だからあのー、マコナリだからマコナリが潰れた理由と一緒なわけよね鴨頭が今潰れようとしてる理由はそのマコナリもだからその自分のビジネスがあのー、仕事で成功してるっていうねさ YouTube で再生数取れてるっていうそういうだからあの権威付けがあったから、あのー、何言ってもねそういう逆張りみたいなことやったってみんな人あの、ね、興味を持たせることができたけども今の落ち目の状態でその逆張りのことやったらいやそれはそれやってるからお前ダメなんだろうっていうふうになるだけだからさあの効果がないんだよね っていう、成功しないんだからさあの成功者ブランディングみたいなのが使えないわけだから、うん、成功者ブランディングが使えない状態でこういう逆張りみたいなことやってもただそれはお前がダメな人っていうただそれだけになる,なるよねっていう話。 うん、だからまあこういうことだったって誰もお前の話は聞かないよかもかしらっていう話ね。え結局だからその元マクドナルドがうんちゃらかんちゃとかそういうこととかも言ってるけどもこれだって、ね、この前の動画でも言ったけどマクドナルドからクレーム入れられたらそれはねマクドナルド関連の,、ね、あのエピソードとか全部削除しなきゃいけなくなると思うしそれだけじゃなくてえマクドナルドの,、ね、あの背任行為の刑とかこれだって訴えられたら負けると思うからね損害賠償をマクドナルドから請求されたら結構な額になると思うけどな。あうん。 とかあとサザエさんとかねまあセントくんとかいろんなとこの,あのキャラクターとかあ,のあとは相田光男のカレンダーとかパクリまがってるのあれとかも。 結構動いたらそれはねあのまあット式に全部だからあつながって訴えてくる可能性があると思うから結構な大企業だからね多分法務部とか、えー、結構しっかりしてると思うしまあ、そういうとこから訴えられたら勝てる可能性っていうのは非常に低いと思うから、えー、そういうとこから損害賠償されたら結構な額になると思うしねまああとはまあ、著作権ねやっぱ著作権って一番厳しいからね、まあ、著作権侵害のねあの不正通行をやってきたお前はよく分かってることだと思うけどもねもそういうだから著作権侵害の通報してるお前自身が一番ちょあの著作権破ってんじゃんって話ね負けるの分かるよなああ だから、これも不正通報してる件だって、今ね、あの、まあ、もう少し,したらこれ、動画上げるけれども、えー、訴訟、えー、して、僕が訴訟、あの、やるから、あの、それの内容とかをね、えー、不正通報で動画をね、あの消された、えー、峰島さんはじめ、ね、あの消された全ての人に共有するから。まあ、そしたら、お前、損害賠償で、多分、組み回んなくなると思うよ。焼肉マフィアをね、そんな、あの、一日、数万円だか数十万円だか、そんなね、えー、それぐらいの売り上げ。でも、あれも利益出てるからね、正直怪しいと思うよ。わかんないけどさ、あの、あれスタッフ、あんだけいっぱいさうさ、うん うんまあ、人件費払えてんのっていう話明らかにねまあ僕があのパッとで SNS 上とかで見る限りだとあのどう考えたってそのまあ店のあれに対してその人が多すぎるから、まあ、それもねまあなんかえー、なんかサ,サービス残業みたいな感じでそれでお金払わないでそのボランティアでやらせてるのかどうなのか知らんけれどもそれもだからねあのなんか労働基準法違反とかになるとかそういうこともあるかもしれないけどさまあどう見てもさあの広さの店であのあんだけの人員使ったらさ絶対人件費マイナスになると思うんだよね感覚としてまあその辺とかもねうんまあちょっと 調べに行まあということでね、えーまああの話いろいろしたけれども、まあ、鴨頭が、えー、この人に迷惑をかけて僕は成長するって言ってるけれども全く成長できないむしろ退化してるし、えー、お前は人に迷惑をかけてるだけの存在だよっていうことをね突っ込みたかったんでちょっと突っ込ませていただきましたはいということで、ねまあ、成長するって言ってるけど俺は鴨頭俺はお前が破滅する未来しか見えないよ冗談抜きでマジでうん思うんで。 はい、インドを渡してやりたい、やりたいというふうに、思います。はい、鴨頭が破滅していく姿を、みんなで、届けましょう。